第2節、自立に向けた介護。学習の要点。介護保険の利用者の中で、寝たきりのために生活のあらゆる場面において支援が必要な高齢者はごくわずかです。精神的な自立心を尊重しつつ提供していくものであることがわかる事例です。2. お世話の介護官からの脱却。介護保険制度の導入を問題1、日本介護福祉士会倫理綱領の内容に関する、はい、この日本介護福祉士会倫理綱領、これも国家試験の時に必ず出るような大事なところなんですね。前の問題で介護福祉士の法律もありましたよね。あれもすごく大事なんですけど、これも大事です。ボランティアなど様々な関係者との協力関係が大切です。ここです。多職種と連携協働するためには